どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたかな。なるほど、実感がないか。君にはこれから大いに働いてもらわなくては困る。うちの事務所のモットーは、すみません。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっと、すみません。ん？新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、そうじゃなくて、ですね。消火器もネット回線もありがたい壺も、うちにはもうすべからく揃っている。悪いが他を。ここ、探偵事務所ですよね。え？だから、電脳探偵事務所ですよね。実は、依頼したい仕事があって。僕、お客です。依頼人です。ようこそ、信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまり、ハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われたと。そうなんです。デジモンキャプチャー、安価にてお譲りします。この甘い言葉に騙されて。本当、最低ですよ。最低な行為です。人のマニア心につけ込むなんて。マニア心ですか？そうです、マニア心。マニア心ほど繊細なものがあるでしょうか。手に入れたいものはどんな危険を冒してもどんな手段を使っても絶対に手に入れたい。あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とかいくつでも手に入れて大切に大切にめでていたい。そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない大人のマニア心をくすぐってあんなことするなんて許せない。絶対に許せない。お話は分かりました。つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーを取り戻してくれと、そういうことですね。電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンメダルさえ、あの子さえ無事に戻ってくれれば。ご依頼受けたまわりました。そのマニア心に報いるよう全力を尽くします。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあったはずだ。まずはそこを当たってみるのが近道だろう。聞き込みを頼む。私はその間にデジモンメダルについて調べておくことにするよ。あいにく私はその種のマニア心は持ち合わせていないのでね。
君がいてくれてよかった。磨いてくれてよかった。
みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。やってるみたいじゃねえか。ん？上白とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下調整中だ。
今回は別件でな。こちらが今回の依頼者、君の友人さくら君の保護者だ。あなたがさくらの同級生の？さくらから話は聞いていました。そうね、あなたになら話しやすいわね。実はさくらが家出してしまったの。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになるなんて。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、さすがにそのことを叱ったら家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら、刑事さんにここを紹介していただいて。しかし、どうしてわざわざ私のところに？実は似たような依頼が最近随分来るんだが、この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い？ああ、家出の原因になったと思われる音楽の映像、引っかかったんで一度調べてみたんだ。そうしたら、どうやら説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチーム、デモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからして、かなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ええ。大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化。神代ですか？確かな証拠はないが、おそらくな。神代ってエデンを運営しているあの？お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。神代が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。公務員の苦しいところだな。そこでだ、今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや、話は全て京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力があるかってこともな。お前さんが戸惑うのも無理やねえけど、神代の摘発は
俺と京ちゃんの悲願なんだ。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺からその理想と尊敬する先輩を奪った。それが上白だ。京ちゃんから聞いてないか？クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官京ちゃんの親父さんは上白に消されたんだよ。もちろん確実な証拠はねえけど、上白は俺と京ちゃんにとって敵なんだ。どうしても上白の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる上白とお前さんの能力、今がチャンスなんだ。俺にありがてえ、頼む。今又吉刑事とすれ違ったのだが、何かあったのか？目に涙を浮かべていたように見えたが。ふん。又吉刑事、熱い人だろ。君の能力、コネクトジャンプが犯罪スレスレであることはあの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって上白に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思っている。しかし私自身が上白に迫ろうとしているからな。それならばいっそ巻き込んでいった方が万一の場合に私を守れる、そう考えてくれているんだろう。まったく、ああ見えて熱い人なんだよあの人は。むさ苦しいほどにね。すまない、おしゃべりが過ぎたな。さて話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくら君について手がかりを追ってくれ。どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミー・ケントやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。体に不調はないかして？そんなの全然ない。
さくらって知ってるかって、それって熱烈なチミケンファンのさくらっちのこと。てか知ってるも何も私友達だよ。ちょっと前までチミケンの曲で一緒に盛り上がったりしたし。さくらっちがどうかしたの？ひょっとして家出しちゃったりとか。だって家出するチミケンファンの子が最近多いでしょ。なんか噂で聞いたよ。ただの噂だと思ってたけど本当だったら一大事だね。警察沙汰だよ警察沙汰。うわ警察沙汰。私さっき何て言った。さっきもどう言ったの。それでサクラッチがどうしたの。どうしたんだよこんなところで。けどちょうどよかった。さくらのやつ今どこにいるか知らねえか。いや別に深い意味とかないんだけどさ、ここんとこ様子が変だったしちょっと気になるっていうか。なに？さくらが行方不明になっただ。ちょっと、それどういうことだよ。詳しく聞かせてくれよ。地味犬の PV？ そういえばさくら、ちょっと前に悪魔巡礼がどうのこうのって言ってた気がするな。悪魔巡礼ってのは、地味犬に選ばれたファンだけが参加できる、実際に地味犬に会えるイベントらしい。まさか、さくらのやつ。あのバカ、周りはハッカーだらけなんだぞ。そんなとこに一人で行ったら危険に決まってるだろう。さくら、今行くぞ。待ってろよ。
桜は、俺が。友達が戦うのをただ眺めるだけだよ。
しですか？ふざけんなよ！しまえ、おれ！虫とか失礼だろ！帰り討ちだよ。けどさ、そんなになってまで手に入れたかったデータって一体何なわけ？なあ、お前にこれを。それがデモンズのアジトだ。きっとそこにさくらも。あっかん。ちょいと無茶しちまった。アカウントがボロボロだぜ。けど俺のことはいい。早くさくらを見つけ出してくれ。あとは任せ。ねえ、ムキヤ、どうしてあんなに盛り上がってるの？それはね、彼らが思春期真っただ中だからよ。思春期真っただ中？青春一直線とも呼ばれているわ。青春一直線？それって前に言ってた中二病とは違うの？そうね、似てるけど、中二病があれやこれやで序列進化すると青春になるの。よくわかんないけど人間って面白いね。うん、そうよね。
Bye.
ってばなんだか。
フェイ、それくらいにしておけ。あきまへん、あきまへん。こないな程度、この動物のアホ娘には全然答えてまへんわ。やめろと言っている。それとも君まで僕に逆らうのか。ちゃいます。そんなわけあらへん。わっちがいけず、言わんといて。今回のことは僕の不始末だ。すまない。彼は純粋に客を呼びたくて電波ジャックという方法を使ったんだ。神代の連中にそそのかされてね。あの男も神代の駒の一つに過ぎなかった。それらのアイデアを吹聴したのがおそらく岸辺理恵。電波ジャックを可能にするプログラムを渡したのか彼女は。それじゃあそのことをチミケンに証言させれば。それはできない。なぜなら彼はあくまで彼の意志で行動していたんだからね。五歳人で少女たちを操っていたように彼自身も巧みに操られていたんだ。てかユーゴ、君はどうしてそんなこと知ってるわけ。ルサイクなお嬢はん、言いましたやろ、帰りは禁物どす。君の端末に現実世界の少女たちが集められている場所の位置情報を送っておく。後始末をさせてすまないがよろしく頼む。行こう、ベイ。ちょっと待っておくれやす。わっちは弱いもんと不細工なもんが好きで好きで仕方がへん。壊しとって壊しとってたまらなくなるんだっつ。ついに終わったら手加減しまへんで。なんなのあの女。ユーゴといい神代といい、なんだか複雑なことになってきちゃったね。チミケンの悪魔巡礼のみんなを助けに来たんだった。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな、大丈夫？なるほど。では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだ。けど、入院だなんて。心配することはねえ。交際民の味なんか専門家ならすぐに解けるはずだ。それより君の方こそ大丈夫なのか。ハッカーたちに手ひどくやられていたそうだな。俺は全然大丈夫だ。そんなことより、俺サクラのとこ見舞いに行ってくる。やっぱりどうしても心配なんだ。春が青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん、君たちの報告をまとめると、つまりこういうことになる。デモンズと神代は共謀していた。しかし一連の事件全ての背後に神代があったとすると、その目的は一体何だ。我々は何かを見落としている。それともこれから我々の前に姿を現すのか。情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れるのか。
の可能性に留意し調査を進めていくことにしよう。今回はご苦労だったな。シラミの奴、君にも礼を言っておこう。はい。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがあるんだ。外で話したいことがあるか。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、例の神城とナイルコープの一件、何か進展は？まあそう焦るな。今慎重に外堀を埋めてるとこだ。ほら、昔から言うだろ、せいてはことを子孫じるですね。私ね、私あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて。それにデジモンたちが哀れで不憫でかわいそうで、実は私、君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメだって思ったんだ。ただ見てるだけじゃダメなんだって。こんな私にも何かできることがあるはずだって。今は具体的に何ができるかは思いついてないけど、ひらめいたら真っ先に君に知らせるから楽しみにしててよね。よし、やるぞ。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き出すの。チラミネノキアファイト。